都道府県対抗女子駅伝17人抜き区間新。ドルーリー守衛佐渡の強さを福士加代子氏が分析。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。速さの秘密とさらなる飛躍の鍵とは？全国都道府県対抗女子駅伝。たけびしスタジアム京都発着イコール9区間42195キロ、15日に行われ、大阪の8年ぶり4度目の優勝で幕を閉じた。そんな中、大きな注目を集めたのが岡山のドルーリー守衛里、津山鶴山中3年、だ。3区3キロ。で、区間新記録をマークしたニューヒロインの走りをトラックの女王で五輪4大会出場の福士加代子氏40が徹底分析した。大人顔負けのストライドに頭が触れない美しいフォーム。沿道の観客の視線は移転に集中した。ドルーリーは38位でタスキを受けると最初の1キロを2分55秒で通過。感覚が良かった。と最後まで攻めの姿勢を貫き17人抜きの快走で順位を21位に押し上げた。従来の区間記録9分10秒を上回る9分2秒の好タイムに今後の自信になる。大きい舞台での駅伝は初めてだったけど楽しかったです。と笑顔を見せた。カナダ人の父と日本人の母の間に生まれたドルーリーは走るのが好きだった。と小学4年から陸上をスタート。小学6年時には岡山県内の大会で優勝するなど、着実に力をつけていった。しかし、昨年の同時期は貧血の影響でタイムが伸び悩み、都道府県対抗女子駅伝のメンバーから落選した。そこで、栄養バランスの取れた食事を心がけて、いろんなもの食べるようにした。と食生活を見直し、昨年8月に開催された全日本中学校陸上競技選手権の1500メートルで優勝。この日のレースも中学生離れした存在感を示した。圧巻のパフォーマンスに福士氏も、本当に走りが綺麗だった。力の伝え方が上から下までしっかりつながっている。本当に理想的な走りでしたね。腕の振りと足がついてくるタイミングがバッチリと高評価。その上で高校生になると体型もいろいろ変わってくると思うけど自然の流れに身を任せてほしい。あまり考えすぎずに走りの動きだけを自由にやっていけばいいと思う。と、あえての自然体を強調するほどだ。ドルーリーが通う中学の陸上部の女子部員は3学年合わせてわずか3人。本格的な駅伝は今回が初めてだった。実践経験は少ないが、福士氏はプラスに働くとの見方だ。今後走るのが好きという気持ちがどこに向いていくか。他選手を抜くことや痩せることや遠征で海外に行くことなど、いろんな楽しみ方を持ってほしい。これからより強いレベルの選手と競ったりすると面白みが出てくるだろうし、陸上に対する興味の持ち方が変わってくるのでは、とアドバイスを送った。今回のレースで一躍脚光を浴びたとはいえ、当の本人は冷静だ。高校に行ってもインターハイに出場して活躍することが目標です。15歳の原石はどんな輝きを放っていくのだろうか。中西隆史太氏。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。